Rosario ga hasureta. させたくなかったから。ありがとう。いいのよ。私、嬉しい。この時間、あなたは私だけを見てくれている。 残っちゃうかもしれないね。どうしよう。 どいて、みんな来ちゃうよ。やだ、どうしたの？そんな顔して。 見損なったわ、モカ。私のつくねを色仕掛けで。違うよ、クロムちゃん。あれはつくねが。言い訳なんか聞きたくない。つくねがそんなことするはずないでしょ。発情バンパイア。怖かったでしょ。もう安心して。私がこうギュッてしてあげるからね。 発情してるのはお前だ、父女。別にあんたのために助けたんじゃないんだからね。知らないのか？
ツンデレだ。今人間界で流行っているんだぞ。さあ、ツンパートは終わった。これからたっぷり出れてやろう。子供ができるかもしれないが気にするな。ガハ。思い知りましたか、このストーカー女。何甘いこと言ってるです。さあ、早くストーカーに熱湯を。ようやく邪魔者はいなくなったか。待ちなさいよ、私を忘れてるわよ。寝ていればいいものを。これ以上醜い姿を晒すつもりか。それはこっちのセリフよ。かき氷みたいにしてやるから覚悟しなさい。みんな、喧嘩は。まだ邪魔がいたか。ちょうどいいわ、まとめて相手してあげる。え、ちょっと。ぬるすぎるわ、お姉ちゃん。こんな慣れ合いの中にいたらダメになっちゃう。いい、その瞬間私が叩き直してあげる。もらった。大丈夫か、つくね。謝るのが嫌で逃げちゃった。ほら、あの子プライド高いから。もか、あんたの妹でしょ。ちゃんと教育しておきなさいよ。呼んでたよ。やっふー、きっと夏合宿の話よ。去年も話が出たのは今頃だったよね。ああ、もうそんな季節か。つくね、私は雪山がいいぞ。全く季節感を感じられない意見です。くねえ、私の水着姿見たくない？海じゃなくてもすぐ脱ぐじゃない。ビギン、さあ始めましょう。
あれ、つくねさん？いろいろあって転入生の面倒を見ることに。それでつい張り切ってしまって。任せてください。人間界にいた時テレビジョンで勉強したから、何があっても大丈夫です。人という漢字の説明もできます。夕日に向かって何時間でも走れます。それから嬉しいわよ。一度は潰れかけた部に、こんな大きな企画ができるなんて。でも大胆ね。予算全部つぎ込んで大丈夫なの？違います、音楽祭のことです。じゃ、妖怪フェスのことですよ。音楽好きの生徒を一堂に会してライブで対決。優勝者は全校生徒の投票によって決定。シンプルだけどいい企画ですよね。新聞部に決まってるじゃないの。だから聞いてるんじゃない。予算全部使って大丈夫かって。あれ、銀くんから何も聞いてない？新聞部のみんなで出場すれば優勝間違いなしよ。音楽祭の賞品はバスに揺られての海外旅行なんだから。ほら、夏合宿はそれでね。そう、偉大なる四次元トンネルはなんと人間界の外国にも開通しちゃいました。目的地もトンネルがつながってるところならどこへだって変更可能よ。え、何をですか？中止になったら先生の立場がなくなっちゃう。ライブステージだって使用許可を取っちゃったんだから。そんなに怒んないで、先生だって被害者なのよ。銀くんに総合プロデューサーってやつを押し付けられたんだから。やっぱりどうしよう。だって銀くんが
面倒なことは青野くんが全部やるって。青野くん、お魚食べたくない？また旅もあるんだけど。セーブするでちゅ。セーブするブロックを選ぶでちゅ。上書きするでちゅ。セーブ中でちゅ。電源を切ったりしちゃダメでちゅ。セーブが終わったでちゅ。セーブ。あっちゅう間に次の日でちゅ。元気ないね。どこか具合でも悪いのですか？そうなんだ。銀先輩が部費を音楽祭に積み込んでしまったのか。ストーカーなんかより問題は、このままじゃ夏合宿に行けないね。銀先輩を捕まえて責任を取らせましょう。そうね、どうしよう。もしよければつくねだけうちの実家に来ないか。もちろん泊まりで。から聞いてれば。こんなところでぐじぐじやってて夏合宿に行きたくないの？何をつくねまで。いいの？このまま夏合宿に行けなくても。私は嫌よ。この夏は合宿でつくねと素敵な思い出を作るつもりだったんだから。簡単よ。音楽祭で優勝するのよ。優勝すれば人間界の海外だっけ。とにかくそこに行けるんでしょ。そこで合宿すればいいじゃない。クルモちゃん、私もみんなと思い出作りたい。決まりです。バンドを組んで音楽祭に殴り込みましょう。それくらいの刺激がないと。モカさんとつくねさんの仲が進展ないでしょ。人間界の感覚少し怖いですが仕方ありません。バンドか。まあ悪くないな。実家は母のプレッシャーが逆効果になる。つくねとの仲を進展させるのは合宿がブランカ。みんなありがとう。Thank you.
と海外に行くためだから、これくらい仕方ないよね。雑誌で見たけど、海外に行くと開放的になるんだって。そこで私とつくねは、フルートなら小さい頃からやってたけど、トライアングル、あれはいい音色だ。意外かもしれないけど、私ノコギリ演奏ができるんだよ。私たちすごくない？もう優勝なんてもらったようなものだな。ちょっとみんな、油断は禁物だよ。はぁ、皆さんダメダメです。飛び級の天才少女を舐めないでください。私は演奏全般、それに作曲もできるんですよ。わかりました、つくねさん。放課後までにバンドの何たるかをみっちり叩き込んでおきます。ゆかりちゃん、そういうやつじゃなくて、もっと私たちの能力を活かせる方向で。そんな能書きが言えるレベルじゃないです。さあ、スパルタで行きますよ。あっちゅう間に放課後でちゅー。